はい、どうも。隙間時間に聞く読書の聞く本です。今回ご紹介する本は幸福の達人、科学的に自分を幸せにする行動リスト50、テストステロン。今回学べることは科学で裏付けされた幸せになれる行動です。今回はこんな人におすすめ、コスパよく幸せを手に入れたい、こんな方におすすめです。別に収入が上がらなくても、 もう幸せになること全然できます。それでは早速参りましょう。幸福の達人、科学的に自分を幸せにする行動リスト50。はい、今回紹介するこの本、どんな本かをご紹介します。著者のテストステロンさんはツイッターフォロワー130万人以上いるインフルエンサーで筋肉経営者なんですね。テストステロンさんのメッセージはこうです。筋トレをしろ、そうすれば仕事、モテる、恋愛、健康、コンプレックス全部解決だ。なんなら世界平和、これも筋肉で解決できる。こんなメッセージ、熱いメッセージを発信していて、もうすごい、もうなんていうかな、もうその結構ね、一言一言が熱いっていうのと、たまに優しいっていうね、もうそこがすごいギャップがいいんですよね。こんな、ツイッターで発信しているインフルエンサーになっています。そのテストステロンさんは、まあ、ベストセラー作家でもあるんですね。例えば筋トレが最高のソリューションである、また筋トレビジネスエリートがやっている最高の食べ方、まあ、こういった本でベストセラーもたくさん出版されています。でこの本めちゃくちゃ良くて、基本でも紹介してるんですが、この筋トレが最高のソリューションであるに関しては、筋トレが持つ効用ですね。例えば筋トレでマッチョになると見た目が良くなる、そして見た目が良くなることによって仕事でも評価される、しかもモテる、で、運動することでメンタルも良くなって心の健康も保たれるっていうね、筋トレいいことばっかりしょっていう風に書かれているのがこの本で、この本で、あ、筋トレめちゃくちゃいいなって思って私も筋トレを始めました。今では週に4回筋トレをやっていて、筋肉もねついてきて、自信もやっぱりついて、すごいやっぱ筋トレっていいなっていう風に思っています。また筋トレビジネスエリートがやっている最高の食べ方、この本では筋トレでもしマッチョになりたいのであれば、実はトレーニングよりも食べ方の方が重要なんだっていうことが書かれた本です。で、日本で一番、マクロ管理法 PFC バランスっていう、まあ、マクロ管理法って海外ですごい流行ったダイエット、食べ方の方法についてなんですけど、PFC ですね、プロテインですね、タンパク質、 F ファット、脂肪、そしてカーボンハイドレート、炭水化物、この PFC、 この3つのバランスだけを考えることによって、1日1日の、基礎代謝とかね、消費カロリーとかを考えて、食べれば大丈夫っていうようなことが書かれています。まさにこの PFC バランスを意識しながら、私も今筋トレと、ダイエット、食事療法ですね、やっていて、この本を読んでから朝ごはんは、バナナ1本とプロテイン、牛乳入りのプロテインですね。でお昼が、ヨーグルトにナッツとグラノーラを入れたもの、そしてサラダっていう風に、この朝と昼をね固定するようにしました。でタンパク質をめちゃくちゃ多く摂って、鶏胸肉とか魚とか豆腐とかチーズとか、こういうものでタンパク質を多めに摂るっていうのが身につきました。こんな本を書かれているのがテストステロンさんです。基本でも紹介してるんで、よかったら見てみてください。今回のね、幸せの達人、幸福の達人と一緒に見てくれると嬉しいです。この本なんですけど、すみません、前段が、ね、長くなりました。脳科学、心理学、幸福学から導き出した幸せのアクション50が書かれているのが、今回紹介するテストステロンさんの幸福の達人になってきます。まあ、50個こうやると幸せになれるぞっていうのが書いてあるんですけど、その中で、7つですね、私が特に、あ、これいいなって思ったのを、いいなと思ったランキングで、順番にご紹介していきますので、聞いてください。はい、早速いきましょう。科学的に自分を幸福にする行動7選。1つ目、2ヶ月後の旅行を予約し先払いする。なんかめちゃくちゃ実践的な、具体的な行動出てきましたね。皆さん旅行って好きですか？旅行が好きだと、今回のこのアクションっていうのは、あー、なんとなくそれわかるなって思うんじゃないかと思います。つまりこれどういうことかというと、2ヶ月後の旅行を予約する、まあ楽しいことを前もって決めておくと、それに向かって、あ、2ヶ月後には楽しい旅行があるから頑張れるとか、あ、未来には楽しいことが待ってるっていうふうに心が明るくなって幸せになるっていう、そういうことなんですね。で、2ヶ月後っていうのが、まあ、そこがね、ミソで、ちょっと先に設定した方がいいんですね。
それはなぜかというと、人間はその実は旅行そのものよりも、計画をすること、旅行を計画することの方が幸福度が上がるっていう、そういうデータがあるんです。よく言いますよね、遠足は実際に行くよりも準備の方が実は楽しい。おやつ何持ってこうかな、500円以内でどうしようかなとかね、何服着てこうかなとか、そういう準備の方が楽しいって結構よくありますよね。っていうことが実は科学的にも証明されているっていうことなんです。具体的にはこの旅行が楽しかったっていうのは、実はこの楽しかった、幸せだっていうのは2週間しか持たないそうです。でそれに対して旅行が未来にあるからこれ楽しいな嬉しいなって思う効果は皆さんどれぐらい続くと思いますか？これがなんと8週間続くんですね。8週間、つまり2ヶ月。だからこそこの2ヶ月後の旅行を予約すること、それで2ヶ月分楽しめる、幸せだなっていうふうに思うっていうのがあるんです。でここで2ヶ月後の旅行を予約し先払いする？ん？って思いますよね。なんで先払いがいいの？でこれなんでかっていうと、人間はこのお金を払うコスト、これに対してうわ嫌だなって思う生き物なんですよね。確かにお金払うときに、あラッキーお金払うぞっていう人ってなかなかいないですよね。あお金払う、あ2万3万うーっていうふうに思いますよね。でこれなんで先払いがいいかっていうと、この嫌だなって思う行為を先に済ましてしまうことによって、後のこの2ヶ月っていうのは楽しい旅行、もう支払いも済んだし楽しいなっていうふうに思えるからです。それを、当日現地払いとかにすると、そこで払うからこそ、旅行楽しみなんだけど、あそこでお金払うんだなっていうのがあるので、そこまで幸福度が上がらない。だからこそ先払いを先にしちゃいましょうっていう話でした。はい、2ヶ月後の旅行を予約し先払いする、これは私も旅行大好きなのですごいこれよくわかります。今回こうやって教えてもらったことによって、どんどん旅行を予約して幸福度を上げていきたいななんていうふうに思いました。2つ目いきましょう。他人と比較をしない。これねわかりますよね。もう他人と比較していいこと何もないと思います。で、これには根拠があって、例えば、この本に載っていてすごい面白いなって思ったのが、オリンピック、最近東京オリンピック2020ありましたよね。皆さん見ましたでしょうか？でこれでメダリストたちで、金メダルはやったって感じだけど、銀メダリスト、銅メダリストの気持ちって一体どうなんでしょうねと。でこれを研究した方がいるんです。そうするとなんと銀メダリストよりも銅メダリストの方が幸福度が高かったそうです。なんで3より2銀メダルの方がいいじゃんって思いますよね。がしかしこれよくよく考えてみると、銀メダリストの気持ちってこうなんです。銀メダル2位か、もうちょっとで金メダル、もう世界一になれたな、悔しいっていう、こういう気持ちの人が圧倒的に多いんですね。でそれに対して銅メダリストはどう思ってるかっていうと、銅メダル3位だ、なんとかメダルに届いた、もしこれ4位だったらこの表彰台に立ってなかったんだな、銅メダル取れてよかったなっていうふうに、こういうふうに思う人が圧倒的に多いのだそうです。でだからこそ2位のね、銀メダリストよりも銅メダリストの方が幸福度が高いっていうのがあります。こうやってね、けどね、比べるって良くないですよね。銀メダルの人はやっぱりね、上と比べてしまったわけですね。金メダルと自分っていうのを比べて、自分の方が劣ってるっていうふうに思ってしまったわけですね。はい。で、他にもこの他人と比較するっていうのを考えるときに、 SNS を見て落ち込むってやっぱり日頃ありますよね。インスタグラム見て、なんかこの人いつもいいホテルばっかり行ってる、いつも海外旅行行ってる、ギリシャのサントリーに行ってるよ、いいなとかね、なんか自分はなんか家でカップ麺食べてるし、なんだよっていうふうにこうやって思っちゃうわけです。で、あとはね、ツイッターとかでも、自分もね、聞く本も YouTube やって、今、1500人ぐらい、登録者数、いつもありがたいんですけれども、けど、上をね、たくさん見ると、自分よりなんか遅く始めたのに、もう登録者数1万人、2万人、すごいなとかね、よく思うわけですよ。けど、こうやって人と比べてもいいことは何もないわけですね。人と比べるのではなくて、もう、比べるのは自分自身、昨日の自分よりも今日の自分のこの成長、ちょっとでも一歩でも半歩でも成長しているのであればそれでいいじゃないか、自分他人とは比較しない、自分とは比べようと、こういうふうにテストステロンさんは言っています。
また他人と比較するのね、代表格がやっぱり給料ですよね。お金、やっぱり経済状況ってどうしても、もう自分の家よりも、もう隣の人の家の方が大きくて、車もなんかベンツとか乗ってるし、いいなとかってね、そういうふうに思ったりするわけです。が、しかし、ここで一つ朗報があります。なんと、このお金っていうのは、この収入っていうのは、660万円以上の幸福度はほぼ変わらないというデータがあります。ある程度、収入が高い方が幸福度が上がるっていうデータはあるんですね。ただし、660万円っていうそこ以上になっても、そんなに幸福度は変わらないのだそうです。これ一つね、面白いなっていうふうに思いました。一番大事なのは、この他人との比べるっていうね、評価っていうよりも、自分の目標を達成するっていうね、自分自身との勝負、これで比較しましょう。他人と比較しないでした。3つ目いきましょう。3つ目、信じられるものを持つ。この本では宗教と幸福度には関連性があるっていうデータを示しています。つまり心身深い人、宗教を、とある宗教、イスラム教とか仏教とかそういうのを信じている人の方が幸福度が高いっていうデータがあるのだそうです。やっぱり何かそうやって信じれるもの、すがれるものというか祈れるものというか、それが持っている人の方が何か困ったことがあったらね、祈ればいいわけですから、そういうふうにやって幸福度が高いっていうのはなんとなくイメージがつきますよね。で、日本人って結構そこがやっぱり心身深い、お国と比べると、あんまり信じれるものっていうのはなかったりするんじゃないかなと思います。で、そんな中で自分が信じられるものを持つとやっぱり幸福度上がるよっていうふうにテストステロンさんは言っていて、テストステロンさんの場合それが何かっていうと、まさに筋トレなんですね。もう筋肉しか自分は信じないと。筋肉をつければもうさっき言ったように仕事も恋愛も全部うまくいくから、とにかく筋トレ、筋トレで自分に自信をつけることによって、もう自尊心、これが何より大事だ。幸福になるためには自尊心を高めること、だからこそ筋トレだ、筋トレしようぜっていう、これがテストステロンさんの信じられるものになってきます。皆さんは何か信じられるものってありますでしょうか？自分もね、これ考えてみました。自分が信じられるものって何かなって考えてみたんですね。で、そうしたら自分はとにかく積み上げられるものは信じているっていうふうに思ったんですね。積み上げられるもの、一歩一歩着実に自分の目標を持って積み上がるもの、例えば筋トレもそうです。毎日トレーニングすればそれがもう筋肉となって自分の胸筋とかね、腹筋とかね、ついてきますよね。で、他にも、読書、これもそうです。本を1冊2冊3冊っていう風に読めば読むほど脳にね、知識がついて、もうずっとね、その知識っていうのはずっと積み上がります。一生涯それは役に立ちますよね。そうやって積み上がるものは私は信じています。で、他にも、継続ですね、続けられること、毎日続けられることっていうのは、信じています。あとは何があるかな、ブログはずっとやってます。ブログもね、積み上がるビジネスになっています。反対に仕事で言えば残業だとかっていうのはあくまで時給なんですね。自分が犠牲にしている時間に対してお金が支払われるっていう、そういうものは積み上がらないですよね。だからこそ逆にブログとか YouTube とか積み上がるもの、筋トレ、読書、そういうものを私は信じています。皆さんもぜひ信じられるものを考えてみてください。この他だとね、なんだろうな、その例えばパートナー、いや彼女大好き、彼女信じてるみたいな、それありだと思いますね。ありだと思うし、あとは趣味ですよね。もうキャンプ大好き、大自然、自然の力信じてるとかね、サウナ大好きとかね、何でもありだと思います。信じられるものを持ちましょう。次行きましょう。4つ目、朝型人間になる。これも分かりやすいですよね。夜型よりも朝型の方が幸せ度が高いっていうデータがあるのだそうです。これなぜかというと、朝型人間っていうのは朝早く起きて自分がやるべきことを全部終わらせることができるわけですよね。だからこそ、わ、やった、今日もやるべきことやったって言って幸福度が高いと、こういうデータがあります。そして、朝型人間の方が睡眠時間が長いっていうデータもあるそうです。この本によると7時間寝ることがベストっていうふうに書いてありました。皆さん睡眠時間どれぐらいでしょうか？
寝ることというのはもうそれ自体が投資だっていうふうにテストステロンさんは言っていて、寝ることによって集中力が高まるし健康にもいいし、それが仕事とか恋愛とか全てにポジティブいい影響を与えるっていうふうに言っています。朝型人間になるですね。これはね本当に私もそうだと思います。最近は5時に朝起きてるんですけれども、朝早く起きて朝活をブログとかね、この動画の編集とかやって、それから仕事に行くんですけど、朝型人間になってから幸福度がすごい上がりました。基本ではこのね、朝活に関する本も紹介してますので、よかったら一緒に聞いてください。次行きましょう。5つ目、野菜と果物の消費量を増やす。これもねめちゃくちゃ具体的なアクションですよね。そのジャンクフードとか肉とかね、油っぽいものとかそういうものばっかり食べるよりも、野菜とか果物をたくさん食べている人の方が幸福度が高いというデータがあるそうです。でこれなんでかなって思いますよね。本当に野菜と果物の消費量を増やすと幸せって本当に感じるのってって思うと思います。でこれにはいろんな説があるんですけど、野菜とか果物に含まれる大量の、抗酸化物質、抗酸化作用がこのポジティブ楽観的な考え方に貢献するのではないかという研究があります。そしてより健康な腸の働きですね、腸の働きとか脳によって気分に好影響をもたらすのではないかと考えられています。この本を読んでね、野菜と果物の消費量を増やすといいよっていうふうに書かれていたので、今日ね、スーパーでちょっと高いなと思いながらも、梨を買いました。秋ということで、ちょっと高いけど、梨をね買いました。迷ったんですけど、なんか果物を食べると、幸福度が上がるって書いてあったから、買ってみました。多分ねこれねあるんじゃないかと思いますね。なんとなく最近、テストステロンさんのこの最強の食べ方のね本を読んでから野菜と果物の量を増やしてるんですけど、やっぱり幸福度上がってるような気がします。朝バナナとプロテイン、昼はヨーグルトとナッツとサラダっていう風に固定したら幸せ度が上がった気がします。今後この本のね参考にしながらより増やしていきたいと思います。次行きましょう。6つ目、歯のメンテナンスをする。これもね分かりやすいですよね。皆さん歯の定期検診とかって言ってますでしょうか。歯医者さんって虫歯になったから行くのではなくて、予防のために歯医者さんに行く、定期検診で行くっていう方がすごい大事なんですね。でこれも、歯がたくさんあって健康な人の方が幸福度が高いというデータがあるそうです。なぜかというと、特に年を取った後老後で、歯の健康になっている人ほど、食事を楽しめると、だからこそ幸福度が高いっていうのがあります。8020運動って聞いたことがありますでしょうか。これ80歳になっても20本は自分の歯を残しましょうっていう、そんな運動なんですね。この年を取った後も歯が健康でいるためには、今のうち若いうちからこの歯に投資しておくのがすごい大事ですね。芸能人は歯が命っていう昔懐かしいアパガードの、CM あったかと思うんですけど、もう一般人もこれ歯が大事です。私も半年に一度ぐらい検診に行っています。そこでね、簡単なお掃除をしてもらって、すごいそれが気持ちいいんですね。でそこで少し、歯に異常があれば、ここちょっと隙間空いちゃってますねとか、ちょっと歯周病気味なんで、ちゃんとフロスしましょうとかね、そうやってアドバイスを受けることができるので、とってもいいです。また歯磨きの後にフロスですね、デンタルフロスでこの歯と歯の間を掃除するのもすごい大事ですね。どうしても歯磨きだけだとその歯石が取れないっていうのがあるので、フロスをちゃんと使うようにしましょう。これもねすごい大事かと思います。最後7番、セイバリングで小さな幸せを味わう。セイバリングってなんだって思いますよね。これ初めて私もこの本で聞きました。でこの本によると、セイバリングとはセイバーというですね、ゆっくり味わう、堪能するという意味の、英単語があるんですけど、そういう意味なんですね。要は普段忙しくて意識していない動作をゆっくり幸せをかみしめながら行うっていうことです。例えば朝シャワーを浴びるっていうこと、意識しないでやってることがほとんどかと思います。で、そんな朝シャワーもですね、朝シャワー気持ちいいな、これで、夜にかいた汗とかをすごい流してくれてすっきり仕事いけるぞみたいな感じでゆっくりと味わうと、
で、他にも、通勤途中の、まあ、緑とかね、花に注目して、あ、この花最近咲いてなかったな、あ、最近また咲いたんだな、あ、まあちょっとこうやって季節がね、夏から秋に変わったんだな、なんていう風に、普段はパーっていう風にね、自転車でパーって急いで、もう慌てながら、あ、遅刻しちゃうとかってね、感じで行く道も、ゆっくりこのセイバリングで、街路樹とかに注目しながら行くと幸せを味わうことができると。まあ、まあ、こうやってね、ちょっとゆっくり、まあ、丁寧に行うことで幸せをかみしめることができるという、こういうテクニックになっています。まあ、朝ね、普通にもうトースト焼いたらすぐ食べるっていう人も、ちょっと時間があればね、例えばバター乗っけて、もうあんこでもあんバタトーストとかね、そういうのもできますよね。ちょっと時間があると、その日頃の行動もより充実したものになって幸せを味わえることができると。まあ、時間に余裕を持つ、やっぱり時間を持つっていうのは幸せに直結することなんじゃないかな、なんていうふうに思いました。はい、今回はテストステロンさんの幸福の達人、科学的に自分を幸せにする行動リスト50をご紹介しました。いかがだったでしょうか。振り返ってみましょう。1つ目、2ヶ月後の旅行を予約し先払いする。そうやって何か楽しいことを未来に設定した方が、人間はそれ を計画したりして、あ、後ろに楽しいことがあるっていう風になって幸福度を上げることができます。2つ目、他人と比較しない。他人と比較してもいいことはありません。昨日の自分、過去の自分と比較してより成長する自分っていう目標を立てましょう。3つ目、信じられるものを持つ。信じるものがある人の方が幸福度が高いというデータがあります。筋肉とかね、読書とかパートナーとか、愛とかね、そういう何か信じられるものを持つようにしましょう。4つ目、朝型人間になる。夜型よりも朝型の方が幸福度が高いというデータがあります。朝活やるとね、人生変わると私も思っているので、ぜひぜひ朝活の本も基本で紹介しているので、セットで見てみてください。5つ目、野菜と果物の消費量を増やす。ジャンクフードしか食べてないっていう人はね、ぜひ、ちょっと、あ、まあ野菜と果物って正直高いですよね。なんだけど、ここを消費量を増やすことによって、これも健康に投資している、幸せに投資しているという、こういうふうに考えを、改めてやると、後々いいことが起こるので、そうするようにしましょう。6つ目、歯のメンテナンスをする。歯医者さんには虫歯になる前に行きましょう。歯を定期的にメンテナンスすることによって、白い歯で、好印象を与えることができるし、予防効果でね、健康に投資している自分っていうのに、幸せを感じることができます。7つ目、セイバリングで小さな幸せを味わう。セイバリング、日頃の日常的な生活っていうのを、朝ごはんとかね、通勤とかシャワー浴びるとか、そういう日常の生活っていうのを丁寧に行うことで幸せをかみしめましょう。はい、いかがだったでしょうか。テストステロンさんの幸福の達人をご紹介しました。まあ、なかなかね、面白いなっていうふうに思いました。まあ、この例えば1つ目の2ヶ月後の旅行を予約し先払いするとかは、まあ、私も結構旅行好きで予約するんですけど、そうやって後々に旅行がある方が頑張れるんですね。で、これって何なんだろうっていうふうに前から気になってたんですけど、科学的にもやっぱり、幸せに直結するんだよっていうデータがあるということで、あ、やっぱりいいんだな、よし、どんどん予約しようなんていうふうに思うようになりました。また3番の信じられるものを持つですね、幸福度と宗教の関連性についても面白いなっていうふうに思いました。何か自分もこれは信じられるっていうものを持って、筋トレ強じゃないけど、まあ、そういうふうになっていきたいと思います。筋トレはね、結構信じられると思います。私も筋トレ頑張っています。そして野菜と果物の消費量を増やすはね、これも分かりやすいですね。結構ね、高いなって思ってフルーツに手が出ないなんていうことね、あ、メロン高いな、今日はいいやとかね、思ったりするんですけど、フルーツとか野菜とかどんどん食べていきたいと思います。分かりやすい本だったですよね。テストステロンさんの本、分かりやすくて非常に生活に直結しているのでおすすめです。基本でも紹介しているので、ぜひぜひセットで、ご覧ください。基本ではこんな感じでビジネス本を分かりやすくご紹介しています。YouTube、スタンド FM、でも、あとは Spotify ですね。Spotify、とか、Google Podcast、Apple Podcast、何でも、聞くだけでね、隙間時間に、読書できるよっていうコンセプトですので、ランチタイムとか通勤時とか聞いてもらえると嬉しいです。一緒に勉強して、楽しい人生を一緒に歩んでいきましょう。はい、それでは今日はこの辺で基本がお届けしました。今日もありがとうございました。